吉田君から急に話がしたいということですので、ちょっと駆けつけてきました。ちょっと元気ないなというふうに思ってたんですけど、どういう話でしょうか。ちょっと悪い予感はするんですけどね、なかなか活動が進んでないなというのは分かってましたので、ちょっと行ってみたいと思います。これですね。こんにちは。こんにちは。あれ、なんか先生みたいな格好になってんね。あ、カメラ入ってます。え、2階行きますか、事務所。あ、2階行こうか、はい、OK。 なんか学校の先生みたいになってるね。可愛らしい先生みたいになってる、ね、そうですか。2階にもあるんだっけ、はい、これ。あ、そっかそっか。え、難しい学校です。これすごいな、これ。これどういうこと。こういう風になってんの。あー、なるほどですね。寒。元気ですか。はい。元気ですか。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。何やろう。どんな感じ。でも活動を始めて結構その駅頭とかやってポスターできたんだっけ。ポスターできました。名刺もできたんだよね。はい、そうですね。で、ポスター貼った。貼ってない。貼ってない。そうそう。ちょうど貼ろうとした1週間ぐらい前に届いた。うん。そうですか。あ、甘っ。甘くないこれ。ブラックがいいんだけど。ブラックだから。OK、ありがとう。ありがとうね。え、それで活動はどれくらいからちょっとあれなんですか。滞ってる感じなんですか。1週間前。2週間前。でもそんな、だって俺が来たのって1月 ?1 月7日とかですか、ね、そうだよね。に来て、駅に来て、はい、それでちょっとこれから音出して頑張ろうよみたいな話をした。全然時間経ってないじゃん。そうなんですね。ね。それで何があったんですか、それで。1月の後半に。1月後半に。うん。まあ、3週間やってみて、うん、活動ですね、はい、うん、結構大変だなと思って、うん、で、これ果たして当選しても、うん、まあ、もちろん塾もしっかりやっていきたいし、うん、議員になったら、うん、その議会もちゃんとやらなくちゃいけない。議会変えるためにしっかり本気で取り組んでいきたいと思ってるんですけど、これ無理じゃないかと思ってしまって、うん、両方本気で打ち込むっていうのが、うん、僕の、まあ、キャパシティでは無理、うん、だと思ってしまったのがきっかけですね、うん、なるほどね。そっか。で、それはそのやってみて塾と両立ができなかったっていうことですか。まあ、そうですね。できないし、もし、まあ、当選賜ったとしてもどちらも中途半端になっちゃうんじゃないかと。うん、うん、なるほどですね。うん、まあ、塾は大事だよね、それはね。だってね、吉田さんが積み重ねてきたことだからね、一つの大きな資産でもあるし、まあ、そのやってきたことの一つの形が今あるわけでしょ。だからそれ大事だってもすごいよくわかります。だからそれをなんていうのかな、全部投げ打ってっていうことではないのかなと僕は最初から思ってたんですよね。だから吉田さんのタイプとして、だから、ね、他の方は結構会社を辞めてっていう方が多いですけど、でも吉田さんの場合は最初から塾もやりながら北区の教育日本一を目指すんだっていうことをおっしゃってたから、だから、うん、それはいいんじゃないかなって僕は思ったんですけどね。で、それ両立もできるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。両立すれば、簡単に言えば、それそんな難しいことじゃないと思うよ、それは。ただ、頑張らないといけないよ、うん、っていうだけの話であって、これまで、じゃ塾に力を入れてました。で、あと休んでました。っていうのを、塾も やります。で、しっかりと、うん、まあ、議会活動、
まだ議員になってないから今は選挙活動っていう政治活動ですねをやるっていうことになると思うんですけど、うん、だって今日何してた？さっき電話した時。いや家にいました。家にいたんでしょ。で家で何してた？家で、うん、何もしてない。イメール生徒をその席に放り出すわけにいかないっていうのもそれもその通りだと思いますし、でもできるところまでやってみたらなそれはって思いますよ、うん、なんかねちょっとあの電話ではちょっと立候補をどうしようかなっていうふうに考えてるっていう話もありましたけど、うん、それは、まあ、僕申し上げた通りやっぱり、まあ、それは安易だよね、うん、だって皆さんにやっぱりちょっと北区の教育を日本一にするんだっていう宣言をし、そういうチャレンジするんだということで、ね、うん、チャレンジを始めたわけじゃないですか。それを、まあ、やってみたら大変だった。それは大変ですよ、間違いなく。それはそうだと思う。みんなそうだと思いますよ。でも、まだ何もやってないよ。そういうふうに言うと。で塾の運営もすごい大変だと思いますし、それもよくわかります。まあ、僕は分かんないけどね、ごめんね、それは分かんないこともあると思うんですけど、でもまあそうですね、普通に考えたらやっぱ大変だろうなっていうふうには思うんです。でもやっぱり大変なことやっていくんじゃない？だから 2校目もチャレンジしたんでしょ？それはやっぱり今の現状だけじゃなくて、やっぱりもっと新しいトライをしようっていうことで、その王子にも学校出されたっていう、それは自分のチャレンジじゃないですか。それすごいと思いますよ、僕。素晴らしいことだと思うし、でもそれで、ね、まあ、残念ながら2個目はうまくいかなかったわけですけど、でも自分なりにはやるべきことをやったわけでしょ、あると。でも足りなかったところもあったということじゃないですか。で、今回その2個目ということじゃないけど、まあ、塾もやるけれども、政治もやろうということを決断されたわけじゃないですか。それで、今ね、じゃあやってみて大変だから、じゃあ即撤退っていうのは、うん、それはやっぱり悔いが残るんじゃないですか。あのやるだけのことをねやった、でもダメだっていうことではないかなっていうふうに、あの今の家で本で読んでましたみたいな話を聞くとやっぱそう思いますよ、うん、だからやっぱギリギリまで やってほしいよね。それは別に僕は政党の幹事長だって、なんだろう、公認候補者を失いたくないとかっていう、そういう、そんなことで言ってるわけではなくて、吉田さんのね、あの人生っていうことを考えたときに、やっぱり一回、ね、政治にトライしようと思ったと。で、その思いはやっぱり大事にしてほしいと思うし、それすごいチャンスですよ。で、当選しますよ。そうすると僕は思ってるから来てるんですよ。それは、ある意味やっぱり、あなたが駅頭に立ってた時の、まあ、佇まいで握手の仕方、演説の喋り方、うん、それからいろんな方とねやっぱコミュニケーションしてきた。だからあそこで、あ、吉田先生じゃないですかって応援してくれる方がいる。でもちろんそれは外見的にまあルックスもいいとかそういうこともありますよ。でもそういうことをトータルで考えた時に決して勝てない勝負ではないんですよ。だから今ここで諦めるのはもう非常にもったいないというふうに僕は思いますよね。で、他の人だったらもう諦めたっていうパターンも多いと思いますし、僕もそういうこと言ってきたし、ね、実際そしたらもう手間かからないしやる気のない人をこう、ね、別につなぎ止める必要もないし、ただ吉田さんはまだ何もしてないよ。で、多分もっとできると思うし、やれば通ると思う。で、両立もできると思う。いや、大変だと思うよ。他のみんなよりもね。他のみんなはもう、やっぱり会社を辞めて、まあ、これ専念する。でも、それも一つの覚悟ですから。うん、でも、やりながらやるっていう方が大変だよね。でも、その教育をさ、やっぱりやりたいわけじゃん。だから、その塾をやる、やりながらその教育のことをやっていこうっていうのは、やっぱり現場も知りながら、ちゃんとそういった癖にコミットしていこうってことだから、
それはあり得ることかなっていうふうに思いますし、うん、もうちょっとこう自分をこう追い込む必要があるんじゃない、うん、受験生頑張ってるでしょ、まあ、この前言ったけどさ、なんかそのあの受験生にお前ちょっともうちょっと頑張ろうよとかって言ってんでしょ、言わないかさ、あんまりそういう感じじゃないの、言う時ありますね、言う時あるよね、うちの息子も全く勉強してないから何とかしてほしいんだけどそういう時なんて言うの、そのあのなんて言うと、なんて言うんですか、ね、吉田先生吉田さん26歳でしょ、はい、うん、それチャレンジするタイミングだよ今、うんうん、なんかじゃあここでこう縮こまってとかちょっとやってやめてとかそういうタイミングじゃないと思うで、うん、そんな守るべきものもそんなないよ、うん、どんどんトライしたら、でもやっぱり何か中途半端に諦めちゃったっていうことは、うん、ね、まあ教育評論家だからよくご存じのとおり、やっぱそうやん、だってほらなんかさ途中でさやっぱりちょっとこう諦めたっていう人はやっぱ諦め癖がつくじゃないですか、うん、それはもちろん逃げることも必要だと思う、それは必要だし、決してそんな 甘い状況でね、あの吉田君が言ってるんじゃないっていうのもよくわかりますけど、でもそれはまだまだできんじゃないかなと思いますけどね、通りの自分はっきり言って、であのポスター撮れてるわけだよ写真が、うん、だあれだけでは通らない、もちろんあれだけは通らないんだけど、あれはすごい武器だよ、それ断言する、俺がそうだった何笑ってんだよお前の界隈でヤナちゃん人気ですよ、えヤナちゃん人気です、ヤナちゃん人気、はい、あれ見たって人いる、いやいやクレームなってない大丈夫、ちょっと見せたりはしたり、あそうヤナちゃんかっこいいなってみんな言ってますよ、あ俺がかっこいい中高生とか、そうでしょ、はいでもほらそれ見ちゃってるんでしょ生徒も動画、そうですね、吉田先生やりますみたいな、はい、そしたら吉田先生の背中見るで、先生がなんかチャレンジしようとしてると、それがなんか1ヶ月も経たないうちになんかやめちゃったみたいな、でもやっぱりね吉田さんはほら教育をちゃんとやっていこうっていう人だから、だからそういう人だと余計いいやっぱりチャレンジした責任を取らなくちゃいけないと思うよ、うんうん、本当に本気で笑うとこじゃないよやっぱりすごいこうスーパースターなわけでしょスーパースターそうなんですか、いやそうでしょ、ちっちゃな子とかからすると、うん、その先生の姿見てるんじゃないですか、やっぱりその先生の姿ね、あ挑戦するんだって応援しようって思ってる人も何十人かいるわけでしょ、もうすでに。それでやってもね、やってもやっぱり東大受かんなかったってことはあるわけじゃないですか。それはしょうがないよ、それは。ただじゃあお前ちゃんとやったんだねっていう話だけじゃないですか、自分として。もちろんいろんな制約もある。時間もこれぐらいしかできない。ね。でもそれじゃあこの中でちゃんとやったんだねっていう話じゃないですか。それは吉田さんがこれからの人生まだね、まだまだこれから、じゃないですか、その中でこの前申し上げた通りやっぱり成長の糧に絶対なると思う、塾はちゃんと責任を持ってやる、でも選挙もやるその休んでる時間をやっぱり当てて、まあ、苦しいけど大変だけどそこは頑張るしかないんじゃない、はい、って言ってもあともう2ヶ月だからね、はっきり言って僕よく音喜多さん間違えられるそうだよね、はい、聞いた音なんか音喜多くんに似てるよねって言われてるよね、はい、よく言われます、そうか、それなんか逆に利用しようよ、じゃあ利用してやろうぜ、やめたらほんと味噌つくよ、はい、ここでいろんな、だからこれから生きていく中で社会的信用とか信頼関係とかっていうのをやっぱりここでパッとこうやめてしまったら、あそういう人なんだなっていうことになるよ、それは塾に対してもそうだし他の周りで見ている人たちこうやって別にその和は言わないけれども生徒さんもそうだし、そういう人たちに対してもやっぱり信頼は失っていく、もうちょっと頑張ればそれはあの2
2つ頑張って成し遂げたっていうものすごい成功体験になって、ね、あの吉田さんの今後の人生の大きな糧になるはず。そうするともう一段大きな教育者としていろんな人を指導することができるんじゃないですか。で塾は効率化して、やっぱ効率化しないと、それは無駄はたくさんあるはずだよ。そんな、わかりました、うん、頑張ろうよ、はい、どうすか。ごめんね、僕ばかり話してて。もう時間ないか。ポスター開けてみます。お、ポスター開けてないです。ああ、いいよ、開けてみる。あ、まだ開けてない。開けてないんですよ。なんだよ。ポスターを初めて開ける。ちょっと怖いな、なんかどうしよう、変なのだったら。デザインちょっと僕、最終的に僕がいじったんで。あ、そうなの。結構怖い。あ、ええやん。ありですか。いや、めっちゃ男前やね、これ。どうも、だって自分で見て、これ。これですか。うん、いや、美人ですよね。そんなこと聞いとらんわ、本当。そっか。でもあのいいポスターもできたじゃないですか。貼ろうよ、全部貼ってさ、やるべきことやろうよ、うん、それでダメだったらそれでしょうがないんだから。はい、うん、ね、頑張ります。ちょっともう一回いいですか、じゃあ。頑張ります。よし、頑張ろう。はい、あ、来てよかった。ありがとうございます。じゃあ頑張って。はい。ちょっともう一回。頑張って。はい。頼むで。はい、頑張ります。よし。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。S。お疲れ様でした。いや、来てよかったですね、本当。はい、まあ、また頑張るということなので、ちょっと見守っていただきたいというふうに思います。やなちゃんでした。